せがない時からグラグラ練習するようにしてます。まずね、よくありがちなタックルをするのね、タッと来た。そしたら、コイルはね、こう来て、こういうステップがすげえ多い。で、もしくはこうやってせっかく打って、まったりに、この足が上にあって、で、こう振ります。ジョイントのこの前に足が置いたら、ショートボードも必ずノーズが沈んでチンします。で、このステップも普通の人は 5回ぐらいステップを変えるんですね。1、2、3、4、5でこのぐらいで移る。これだとステップしてる間にどんどんボードが失速してブレニックタイプには絶対なんないです。だからこれをステップをね、最終的には1ステップ。ちょっといきますよ。聞きました。足を浮いた。さあこの前の足の浮く位置をこういう状態じゃないですね。足だけやるとここまでいいでしょ。これでも慣れないとなかなかできないんで、これ普段の風のない時からのタックでも練習しておく。こうじゃなくてここまでいいでしょ。ステップだけやってみると入れ替えます。ここでそうそう、ほぼワンステップ。これがこういうふうにやるとここでステップが多くなっちゃう。ここに入れちゃう。でここでつま先でくるっと回る。でこういう感じ。そうするとほぼワンステップで済んじゃうんで、そうするとプレーニングタックで失速しない間にもう反対側に移る。これはワンステップ。これはプレーニングタックのワンステップ。まずとりあえずこのステップだけ、足だけいつもでいいですよ。こう来ました。であとはセールを引き寄せる。あとよく今ステップなんですけど、この使い方でよくある間違い、よくチンする人はステップやろうとして引き寄せが早すぎちゃう。引き寄せを早くしすぎて乗りすると、マストがこうやって自分が乗るスペースがないんで、こっち側に落っこっちゃうんで、そうですね。一番簡単な方法はこういうふうに来て、乗り移って、前に。これちょっと早すぎちゃうと、この時にこう来て乗りすぎて、で、こっちに足を置いて、こっちに落ちる。乗せる方に落ちるっていうのが多いです。だから、引き寄せのタイミングが上手くなると早い。乗った瞬間に引き寄せてこうやって出せます。そうすると初めのタックする。だからこのマストを引き寄せたタイミングとこのステップを練習するとプレーニングタックはできます。だから風がない時にでもいつでもこのワンステップで回る練習をタックですると、プレーニングタックは上手くなります。以上です。